何あれ。まさかお前たち、あの大筒木かぐやの同族。新規、お前の叶う相手ではない。何？パパ！やめろ！弾、ホームラン！水遁弾、ボルカ！ライトン弾、エムピー！服が汚れたではないか、ボルト。危険な力だ。使わせるわけにはいかない。やはりあなたでしたか。どうやら奇襲するのは得意でも。逃がさん。お、うん、ギリギリだったな。あ、吸い取られた。こいつらの目的はチャクラの実、つまりお前の中の美獣チャクラ、クラマのことだ。お前がこの苗床で一番強いチャクラを持っている。お前から回収すれば真珠を植え直せる。真珠だと？かぐやは真珠からチャクラの実を得て忍びを生み出した。そしてその木は永遠に失われた。そう聞いてるけど。そうだ。この炭さえあれば即座に手間なく本物の力を手にすることができる。要するにドーピング代理の卑怯者じゃねえか。んなもん道具や薬に使われてるだけだ。所詮は下等生物、我ら大筒木の餌に過ぎ。来い金色。ほっ。ポルト、俺のせいなんだ。無駄なことを。この里は俺の家で、みんなは俺の家族だ。こんなにたくさん。父ちゃんにこんな力が。俺のチャクラも使え。なんだ、どうなっている。行くぞ。はい。これで終わりだ。サスケ、子供たちを頼む。よし、やるぞクラマ。生ほっ。父ちゃん、なんで撃たねえんだよ。ナルトがその気になればこんな弾など吹き飛ばせる。ただし辺り一体ごとだよな。みんなを守るために。